皆さんこんにちはアイドルが人気が出る理由にはさまざまな理由がありますが一番はやはりビジュアルですよねどれだけ歌唱力やダンス力が高かったり人柄が良くても可愛くなければ圧倒的な人気は得られません残酷ではありますがアイドルとして活動する以上顔は重要です坂道グループのメンバーは基本的に皆さんかわいいのでそこで人気を掴んでいくには プラスアルファの努力もししていいいかないとならなとらでしょうそこで重要なポイントとなってくるのが髪型です髪型一つで個性を表現できますしおしゃれをアピールするきっかけにもなりますねそこで今回はショートヘアーの桜坂46ケヤ坂46メンバーをご紹介していきますなお元からショートヘアーだったメンバーはもちろんショートにしてイメチェンに成功したメンバーも取り上げていきますでは早速いってみましょう まず1人目は平手友梨奈さんです平手友梨奈さんは欅坂46の1期生として加入当時15歳だったとは思えないくらいの圧倒的な存在感で自身がセンターを務めた「サイレントマジョリティ」ではその存在感に加え見事な表現力でファンを魅了しましたその存在感は坂道ファンだけでなく世間にも衝撃を与えたのではないでしょうか 平手さんがこれほどまでの存在感を出せたのは自身の魅力はもちろんですがショートヘアーが印象的だったというのもあると思いますあの力強いパフォーマンスはロングとかだとなんかしっくりこないですよねあくまで平手さん個人のことですがショートだったからこそかっこよさが増した気がしますショートヘアーが印象的な桜坂46欅坂46メンバー続いては渡辺梨沙さんです 渡辺梨沙さんは平手さんと同じく欅坂46の1期生として加入しました圧倒的な美人度とクールな笑顔が魅力的でグループの中心メンバーとなりましたねそんな渡辺梨沙さんもショートが印象的なメンバーの一人ですただ渡辺梨沙さんは平手さんと違いデビュー当時はロングヘアでしたですが坂道運営委員長の紺野義男さんからショートにしたらどうだというアドバイスを受け ショートにしたそうです実際渡辺理沙さんはショートにしてからさらに飛躍したように感じますので今野さんの戦略は大成功だったのではないかと思いますちなみにこの戦略は元 AKB48 の篠田真理子さんも一緒でした篠田さんもデビュー当時はロングでしたが運営の方からショートを勧められてイメチェンをしたそうです篠田さん自身ショートにするのは嫌だったようで最初は乗り切れなかったらしいですが ショートにして人気もさらに爆発したことでそれを受け入れられるようになったと話していましたショートヘアーが印象的な桜坂46ケヤ坂46メンバー続いてはハブみず穂さんですハブみず穂さんも平手さん渡辺理沙さ,さんと同じくケヤ坂46の一期生圧倒的なビジュアルとは裏腹に天然キャラというギャップも魅力的ですねそんなハブみず穂さんもショートヘアーが印象的なメンバーの一人です ただ、ハブみずほさんも渡辺りささん同様、デビュー当時はロングヘアで、ハブさんがショートにしたのは、グループ結成から約3年後の2018年でした。すでにロングヘアのイメージがついていたので、最初は見慣れない感じもありましたが、めちゃくちゃに合っていたのですぐに評判となりましたね。今ではハブさんイコール、ショートヘアというイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。ショートヘアが印象的な桜坂46。 欅坂46メンバー続いては志田ナカさんです志田ナカさんも欅坂46の1期生として加入しました圧倒的美人度ですぐに人気メンバーとなりましたねそんな志田ナカさんもショートヘアーが印象的なメンバーでした加入当初こそ長めでしたが基本的にショートのイメージが強いメンバーだったように思いますショートのイメージが強い桜坂46欅坂46メンバー 続いては今泉結衣さんです。今泉結衣さんも欅坂46の1期生歌唱力が高く同じく1期生の小林結衣さんとのユニット「結衣ちゃんズ」が評判となりました。中でも渋谷川は欅坂46の全楽曲の中でも特に人気曲ですね。そんな今泉結衣さんですが加入当初はロングヘアーだったものの2017年にショートヘアーでイメチェン。 それまでの可愛い感じからボーイッシュな印象となり、これまた評判となりましたね。ショートのイメージが強い。桜坂フォーティシックス、欅坂フォーティシックスメンバー。続いては小池みなみさんです。小池みなみさんも欅坂フォーティシックスの一期生。兵庫県出身ということで、関西弁が魅力的ですね。また、マイペースで天然な一面もあり、クールな印象のメンバーが多い。欅坂の中では。 珍しくザ・アイドルというイメージが強いメンバーでもありますそんな小池さんも加入当初はロングヘアでしたが2017年に発売された欅坂46の4枚目シングル「不協和音」でショート姿を披露2023年現在は再びロングヘアとなっていますがショートのイメージも強いメンバーの一人ですショートヘアーが印象的な桜坂46欅坂46メンバー続いては尾関里香さんです 尾関理香さんも欅坂46の1期生として加入しました運動が苦手で特に走り方が独特ということから欅坂46の冠番組「欅って欠けない」では MC を務める土田輝幸さんと澤部優さんから「尾関スタイル」と呼ばれ番組を盛り上げていましたそんな尾関さん加入当初からショートヘアーでした途中で多少長さの変動はあったものの 基本的にショートヘアでしたねショートヘアが印象的な桜坂46欅坂46メンバー続いては森田ひかるさんです森田ひかるさんは2018年8月坂道合同オーディションに合格し欅坂46の2期生としてグループに加入しました桜坂46解名後の第一弾シングル「n o b o d ー s f o ルト 第2弾シングルバンと2作連続でセンターを務めグループの中心メンバーとなりましたねそんな森田ひかるさんですが加入直後は割と長めでしたが全体的にはショートのイメージが強いですちなみに森田ひかるさんが髪を切ったのは渡辺梨沙さんと同じく今野さんのアドバイスがあったからではないかという説もありましたこちらは本人がはっきり明言したわけではありませんので真相は分かりませんが こ野さんはいろんなメンバーに助言をしていますから森田さんにも助言をしていた可能性は十分あるのではないでしょうかショートヘアーが印象的な桜坂46欅坂46メンバー続いては松田里奈さんです松田里奈さんも森田さんと同じく欅坂46の二期生として加入しました元銀行員という異色の経歴を持っておりその経験を生かし殺感情を自身の特技として挙げています 明るく元気なキャラで「そこ曲がったら桜坂」などグループの冠番組ではよくガヤを入れて番組を盛り上げていますそんな松田さんですがデビュー当時はロングでしたが2022年に髪を 20cm 以上切って大胆にイメチェンショートへ大変身しましたそのイメチェンにはレコメンで共演をしているお天気のりさんも驚いておりファンからは「似合う」とすぐに評判となりましたね 松田さんがこのようなイメチェンを決意した理由として菅井優香さんに代わってキャプテンに就任したということを挙げていました松田さん曰く心機一転気持ちを切り替えるためだったとのことですよく失恋して気持ちを切り替えるために髪を切るなんて聞きますがなんか松田さんのガチ度が垣間見えた出来事でしたね以上今回はショートのイメージが強い桜坂46欅坂46メンバーをご紹介しました 坂道グループは運営の意向もありなかなかイメチェンをすることが許されません実際髪型はトレードマークとなりますのでそう簡単には変えられませんよねそれでもイメチェンをしたことでより人気が出たメンバーもいますし挑戦も悪くないと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してもらえると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた